はい皆さん、Bonjour. トシカキューバーです。今日は SPYD に関しては大変重要なお知らせがあります。実はこの動画を配信する3月24日、えー、SPYD の分配金の支払い日になってるんですけども去年と比べたら分配金はなんと60%も増配している形になっていますので今日は詳しく見ていきたいと思います。 でまずこのテーマを選んだ理由なんですけども基本的にはアメリカの ETF は四半期ごとに分配金を支払っている形になっています、まあ、ということでね4回3月6月9月と12月分配金が支払っている形になっていますで特に今回は注目していきたいのは3月24日 SPYD の分配金のしゃれ日になっているんですけども特に今回は とととんでもななないいいここににっっていることになってるますまず簡単に知らない方のためには SPYD っていう ETF は高配当株 ETF になっていますでいろんな ETF があるんですけども今回は特に注目する理由としては SPYD の分配金は去年と比べたらなんと60%も増配している形になっていますということで今日の内容はまずこの2021年の 1> 第1四半期の分配金の実績を確認していきたいと思います。あとはこの SPYD という ETF のリモリも計算して、実は僕はえ今回はいただく分配金の実績も紹介していきたいと思います。またこちら僕のプロフィールなんですけども、興味がある方は見ていただければと思います。またぜひよかったらいいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。 それでは始めていきましょうまず簡単に SPYD の去年の分配金の実績を確認していきたいと思いますで去年もちろんコロナの影響がありまして第1四半期第2四半期第3四半期徐々に残念ながら SPYD の分配金が下がっていた傾向にありましたで合計この3クォーターだけではマイナス33.3%にもなってしまいました で、その上に分配金だけではなくて、この SPYD の値段も確認しますと、もちろんコロナの影響がありまして、最大マイナス43%も下がった傾向にありました。ということで、分配金も下がっていますし、株価も下がっている。 ということで、なかなかこういった後配当株 ETF を確認しますと、その時に、まあ、なかなか後配当株はもうダメだなと思っている方が多かったんじゃないかなと思っています。ただ、実は今年から結構変わりました。特に今回の3月20日に支払われる分配金の実績としてはこちらになりますけども0.636ドルになっています。で、先ほどと比較しますと、 結構多くななっってていいる形になっていますもちろん去年は徐々に下がっていたんですけども去年の4クォーターでかなり大きくなっておりまして今年の1クォーターにもまたさらに増えた形になっていますで特に今回注目していただきたいのは前年に比その去年の1クォーターと比較しますと今回の1クオーターの実績はプラス0.24ドルということで なんとプラス60.6%も増配になっている形になっています。また今回の分配期の増配だけではなくて、実際の SPYD の株価も徐々にコロナの影響から回復している形になっておりまして、最大最安値からプラス36%もなっております。ということで増配もありましたし、株価も結構上がりましたので、なかなか今回の紅白部分の実績は やばいいなと思っています次は SPYD の今年のリモリを計算していきたいと思います。もちろん SPYD というのは後輩当株部 ETF ですので、ある程度高いリモリがないと意味がないということになりますので、今回の実績でどのようにリモリになっているのかを確認していきたいと思います。で、今回1株当たりの分配期は0.636ドルになっておりまして、また今日の時点での 株価は、1株当たりは36.15ドルになっております。で、この分配金割る1株を計算しますと、今回の四半期のリマりは1.67%になっております。でもちろん分配金はアメリカの場合ですと、年4回支払っていますので、今回のメルは各4倍にすると、年間のリマりはなんと6.68%にもなっています。 ただもちろん今回の実績は税引き前の数字になっておりますのでもちろん日本の税金とアメリカの税金を配慮して税引き後の実際のリマりは4.8%にもなっています年にしてもかなり高い水準になっていることがわかります最後に僕は実際にもらう予定である分配金を 紹介していきたいと思いますで。先ほど説明した通り、今回の第1次半期の分配期は0.636ドルになっていますで。もちろんこちらはドルになっておりますので、今回日本円で計算しますと、今日の時点での、えー、為替は1ドルは108.8円になっていますので、今回の1株あたりの分配期は69円になっています。でもちろんここからまず アメリカの税金を10%引いて62ドル円でまたさらにその上に日本の税金を20%引いて50円になっていますで僕の場合は、えー、SPYD の255株を保有していますので50円 ×255 ということで今回の四半期の分配期は12,750円になっています で、最後にこの s p o d に関しては全体の評価損益はどうなっているのか簡単に紹介していきたいと思います。で、僕は合わせて250株を持っているんですけども、この平均の取得単価は34.94ドルになっています。日本円でしますと3703円になっています。で、これを全て合わせますと、取得金額としては899.7ドル。 日本円で言うと940円94万4265円になっていますで今回、えー、今株価が変わっていますので38.18ドルになっていますので今回の評価額は9228.25ドル日本円で言うと、えー、105万8433円になっていますでこのこちらの えー、株価の値動きだけでの損益を確認,確認しますと、えー、818.55ドル、えー、11万4168円になっていますでこれだけを計算しますとこれだけでも、えー、プラス12.1%という、まあ、かなり、えー、高い水準になっているのかなと思っています特にまあ今回の SPYD は僕の去年の、えーまあ、10月くらいですかね から徐々にいっぱい購入しているんですけどもそれだけで半年もかからずに10%以上も値上がりしている形になっています、まあ、こういった普通の S&P500 とかそういった全世界の ETF とかと比べてもかなり高い水準になっていることがここでわかるなと思っています、まあ、ということで今回の後輩とカバーも背時のためだけ じゃなくても結構株価の流れにも結構ありますので結構安心していく投資できるかなと思っています。で、その上に今回の分配金をここでこの評価損益に加えますと全体の合計損益は935.74ドル日本円でいうと12万6919円になっていますで。こちらも合わせますと すべてで13.4%にもなっています。かなり結構高会するようになっていますし、今後も今回の1クォーターの分配金だけなんですけども、また今年はまた3回、6月、9月、12月でもまた分配金の支払いもありますしまた株価に関してももっと上がれる可能性もあるかなと思っています。 徐々にアメリカの方でも皆さんの生活は以前に戻っている形になっていますので徐々にこういった計算の発展も期待されている中でこういった高配当株も徐々に上がっているかなと僕も考えています。まあ、ということで今回の GoHigh ETF の今年の分化は本当に楽しみ。こういった水準だけでも先ほど計算した通り え税引き後にも、毎年4.8%ももらえたらって、結構、すごい数字かなと思っていますので、ぜひまた皆さんにもこういった分配金の実績を報告しますので、引き続きよろしくお願いします。もちろん今回の ASPYD だけの報告だったんですけども、あとは BYA もありますし、あと、他の S&P500 に連動している ETF もありますし、全世界、いくつかの ETF もこの3月に支払いの予定になっていますので、3月末での全体の分配金の実績も報告したいのかなと思っていますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。 この動画が良かったと思う方は、ぜひ、いいねボタンを押してみてれば、大変助かります。また、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。あとは、ブログとツイッターもやっていますので、ぜひ、フォローお願いします。リンクは、下の方に貼っていますので、ご確認をいただければと思います。最後に、皆さんから何か説明してほしいなどがありましたら、ぜひ、下の方にコメントしてみてればと思います。 コメントは必ず見ますので、何でも言ってください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回で。